そうだな。でしたか？あの怪我とかは。ああよかった。ごめんなさい、ちょっとお仕事のことで悩んでしまってて。あ、すみません、こんな話されても困りますよね。それはちょっと。それじゃあ私先を急ぎますので失礼します。ふざけるんじゃない。すみません。ですがリッシュさん、
昨晩までは確かに金庫の中に。もう一度よく確認してみろ。こうも立て続けにやられては紹介の顧客に関わるではないか。はい。キリシャお嬢様も申し訳ありませんでした。ううん、気にしないで。あ、気にしないのはそのダメかもしれないですけど。ダメに決まっておるだろうが。キリシャ、お前が苦労して立てた売り上げだろう。お前は確かに詳細があるが、当事者として自覚が足りなさすぎる。もっと本気になれ。本気に。でもあの取引は圧倒的な資本力で競争相手を叩き潰すのがペンドルトンの流儀だ。お前もようやく分かってきたと思ったのだがな。はい。とにかく私は今から守備隊の責任者に会いに行かねばならん。後ほど帳簿の確認を手伝ってもらうから、その間に準備をしておいてくれ。はい、わかりました。ん？なんだお前は。あの、ん？この私に相談だと。ふむ、見たところ金の無心に来た用心棒希望者といったところか。こそ泥に何度も出し抜かれるボンクラよりマシなら考えてやる。いえ。では一体何なのだ。今私は特に忙しい身でな。キリシャ、カーラ。お呼びでしょうか、お父様。あなたは知り合いなのか。ううん、店に来るときに私がぶつかっちゃって。まったく、もう少ししっかりしてくれ。いつまでもそんな調子では豪商ペンドルトンの一員と言えん。ごめんなさい。とにかくこの男の話を聞いてやれ。どうやら腕は立ちそうだ。面倒そうなら適当に金を与えて追い返しても構わん。キリシャ、お前が対応するんだ。わかりました。カーラ、ヘマしないよう見ててやれ。私は出かけるから店を頼んだぞ。わかりました。お気をつけて。それでは奥でお話を伺います。いや、
やれやれ。それは
私たちは彼らをラルバと呼びます。ごきげんよう、赤の王。詳しいことは私たちも知らされていません。ただ彼らはグリムワルドの夜を活性化させるとも言われています。一般の方は見ることもできず、大きな害もありませんが、最悪は目の内に積んでおいた方がよろしいかと。その剣さばき、かなりの腕前とお見受けします。感服いたしました。Ha ha.
これは。いいぞ白猫ちゃん。よ、バルドゥークの救世主。いつもいつもすまないね。皆さん、お待たせしちゃったね。おお、すっげえ。ロムン帝国の圧政と鉱山の汚染に苦しむ皆さん、これは一生懸命生きる皆さんに僕から贈り物だよ。
君たちに幸あれ。うお、金貨だ。拾え。まさか追いかけてきたの？どうして追ってくるのさ。僕に何か用でも。どうして赤の王さんが私を？あなたはアドルさん？そんな。すみません、聞くつもりじゃなかったんです。
ごめんなさい。私、白猫の力で店の金庫から、それは。あの日、お父さんや商会のみんなと貧民街を視察した時、私も鉱山のせいで病気になった子供やお年寄りの方に会いました。紹介が思った以上に皆さんを苦しめてるって初めて知ったんです。それで私、いても立ってもいられなくて、そんな時あの人に、アプリリスさんに出会ったんです。それからせめて私の売上分を役立ててほしいと思って。それはいけないことだって私も分かっています。白猫の活動を始めると確かに皆さん喜んでくれました。たくさん感謝してもらって、それは今もそうなんですが、その そんなわけでしけた仕事とはおさらばよ。俺なんて金貨は仕送りせず、来る日も来る日も酒とギャンブル三昧だ。今日もすっかりすっちまったかな。お前も悪いやつだな。なーに、次こそは倍にして取り戻してみせるぜ。それで仕送りすれば神さんも文句を言わないだろう。白猫の姉さんもケチケチしないでもっと金貨よこしてくれねえかな。まったくだぜ。真面目に働くのがなんかもうバカらしくなってきたな。いえ、私の考えが足りていなかったみたいです。私、ペンドルトン商会が嫌いなわけではないんです。時には強引な手段を取ったり、売り上げを優先することもあります。でもグリア人の権利を守るため、ロムンの人と話し合ったり、バルドゥーク発展のために頑張ってきた家でもあるんです。私も一応ペンドルトン家の娘です。お父さんやお姉ちゃんと話をしてみます。
これは。確かめたいことが。とにかくよろしくお願いします。お姉ちゃんは一体どうして。あ、なんでもないです。さあアドルさん、行きましょう。それなら。広い場所に出ましたね。この気配は。
ましたね。この地下の獣さんたちはあまり見たことがありません。どちらかというとグリムワルドの魔物さんに近いような。でもどうして。アドルさん、私、町の地下がこんなことになっているのも知りませんでした。ずっと住んできた町なのに。脱獄はこの瞬間から看守に気づかれるまでの間が勝負だ。またいつかどこかで君に会えることを祈っているよ。そうだな。
それは。Thank you.